松本の疑惑をめぐっては芸能界各所で今も大きな波紋を呼んでいる。とりわけ8日に発表された松本の活動休止宣言を皮切りに、多くの芸能人が本件について言及し始めた。そんな中、松本とは M1 グランプリの審査員として共演もしているタレントの上沼恵美子も、14日放送の上沼高田の釘付けに出演し、今回の騒動に言及。松本の報道記事を読んだ時吐き気がしたなどと話し、松本に対して厳しいコメントを残した。しかし、そんな上沼のコメントの裏には、芸人としての松本への厳しくも熱いメッセージが隠されていたのだ。今回は、休業は引退につながりますよね。松本人志を断罪した上沼恵美子のコメントを紹介していく。昨年末に報道された文春の記事を受けて、ダウンタウンの松本人志は裁判に注力するためとして一時休業を発表した。松本は文春を相手取って裁判を起こすと見られており、判決が出るまでの期間は1年とも5年とも言われている。大物芸人の不在によってテレビ業界は代役を立てるのか、番組を終了させるのか、てんやわんやの状況となっているようだ。そんな松本の休業宣言について、タレントの上沼恵美子が14日読売テレビ上沼高田の釘付けに出演し、活動休止を発表した松本人志について言及した。過去に M1 グランプリで共に審査員として松本と共演もした上沼。頂点の方やからね、休業するってびっくりする、何にも判明してないのにね、と話題を切り出した。上沼は、松本さん自身はだいぶへこんではるでしょうね、 X でやる気が出てきたとか、とうとう出ましたねとか、割と強気なこと言ってはるけど、かなりやられてるやろなと思います。心をね、裁判勝つ勝たないじゃなくて、この週刊文春でかなりイメージダウン拭えないもんね。これ松本さんに悪いけど、全く行いが良かった、記事が真っ赤な嘘ではないと私は思ってると私見を述べる一方で、ここまで書かれる必要はあんのかっていうのはきっと大思いだと思いますね、と渦中の松本の心境を推測した。松本の経歴を認めるだけに、上沼は終始悔しそうな表情を浮かべながら、芸人になった動機を聞くと 90% がダウンタウンに憧れてと言われると話した上で、芸人の人生を決めたダウンタウン、松本はそれくらい大きな人なんですよ。調べてみたら30年かな、ダウンタウンが頂点に立って一等賞と日本一になって30年君臨って、2年3年活躍するだけで大変な世界で、30年も王様でトップで走ってきたっていうのはすごい力を持ってるわけですよ。そこで松本さんにね、自分の立ち位置というのか、一等賞を取ってトップで長年君臨してっていうところで、舞台と仕事と私生活は別やっていうのはもう通らへんと思うねん。知らない仲じゃないんで偉そうに言わせてもらうと、もう自分の人生でありながら人生でなかった。遅いかもしれんけど、こんなことを文春さんに書かれるということは全く非がなかったわけではないと話したのだ。さらに上沼は、文春の記事を読んだ際には吐きそうになったとも発言していた。彼女の熱弁にスタジオが静まり返る中、あなたの立ち位置、日本一で走ってる人の人格というのは自分の人生でありながら自分の人生じゃないと思うのよ。ご自分の思う通り好きなようにやんちゃには生きていかれへん。やっぱり自分の置かれてる立場はもっと重要だったってことを考えないといけない。ちょっと気緩みすぎてたかな、周りも悪かったやろうなと思う。やっぱり脇が甘かったなってちょっと思います。記事が事実だったらですよ、でも具体的すぎるからそう思いますと苦言を呈したのだ。さらに上沼は、2018年の M1 後に起こった吉本芸人による上沼批判騒動を回想し、騒動直後に松本が番組収録前に大阪市内にある同局の上沼の楽屋をノックして謝罪に訪れていたことを告白した。ちなみに上沼批判騒動とは、 M1 グランプリ2018終了後の打ち上げで、トロサーモンの久保田和信が自身のインスタライブで上沼を猛烈に批判し、物議を醸した騒動だ。
久保田はあろうことか大先輩である上沼に対し、酔ってるから言いますけど、審査員そろそろもうやめてください。自分目線の自分の感情だけで審査せんといてください。お前だよ、一番お前だよ、わかんだろ、右側のな、などと発言していた。この騒動の際、騒動の収拾に松本人志が一役買ったと言われていたのだ。その時ちょっと感動したという上沼は、あなたは後輩のために頭下げてくれた人やないか、そんな立派な人格者ですやんか、後輩思いのリーダーの方ですよ、夜の遊びやから違いますねん、とか、舞台と仕事とは違うんです、夜はハメ外すんですよって思ってたら、そこは違うねんな、こんな日本一を30年も続けてるっていうのは自分の人生じゃないのよ、ちゃんと改めないといけないし、松本さんに注意をする人に恵まれなかったんやろうっていう感じはしますね、と再び語気を強めて語った。さらに上沼は松本に今回の騒動への対応についても助言した。上沼は、これは諦めなあかん、イメージダウンしました、超一流の人間やのに遊びは三流以下やったね、と厳しく言い放つと、私の希望なんですがね、なんで休業なんかするんやろう、休業なんかする必要ないと思うんですよ、裁判の判決下って白黒はっきりしたわけでもないのに、お笑いの MC だから回しにくいとか、スポンサーに迷惑かけるとかあるかもわからないけど、ある程度この番組はやめとこうっていうのがあっても休業宣言なんてする必要ないし、と活動休止の撤回を要望。休業ってことは引退につながりますよね、と続け、こんなことでいなくならんといてよ、イメージダウンはしてるけど、あなたがこの世界からいなくなるのはかなわん、と懇願するように訴えた。さらに、嫌な気持ちでへこんでやる気ないわって思ってはるかもしれないけど、裁判のために休業しますいうのは詭弁や思います、この仕事はやりにくい思うけど、相方の浜田さんもいらっしゃるわけだし、コンビの絆もある、何よりトップに君臨してきたキャリアにもう少し自信持ってほしい、と続けた。また文春側に対しても、3段4段って出すならそれはやりすぎちゃうか、もう十分制裁は受けた、まだ黒とも決まってないのにこんなことになるんでしょ、特技を指した。自身で YouTube も発信する上沼はさらに、記者会見は矢のように質問が飛んできてぐさぐさ、松本さんが喋る寸法がなくなってくる気がすんの、だから YouTube で今の気持ちとか思いの丈をお話になるっていうのは一つの手やなって、それやってくださいよ、とうとう出たね、やる気が出たね、とかちょろちょろ言うんじゃなくて、あなたは日本一の方なんやからね、堂々と出て、僕はこういうことでこういう心境でおりますって、と釈明の場として進め、 YouTube の席で迷惑かけた女性がいたようで本当に迂闊でした、申し訳なかったですって頭下げていただきたいわけです、と話した。松本への強い思いは最後まで揺るがず、休業宣言なんて絶対せんといてください、まして引退なんてもってのほか、あなたはお笑いの世界の核におるの、あなたがいるからみんなが頑張ろうっていう世界を作りになったの、その人が休業ってちっちゃい、突っぱねすぎ、意地とかプライドではなくって生の人間、男になって女性にあの時はこうやったな、そんな思いしたのか、怖い思いさせましたか、すいませんでしたねって、そこは松本さん頭下げてくださいよ、それであなたは普通に仕事は続けていっていただきたい、それは私の希望ですよ、意地になって事実無根だとか、吉本さんも法的措置、なんか子供みたいに思う、いかんことですよ、奥さんもお嬢さんもいてて最低のことしてますよ、謝罪してくださいよ、女性たちに、などと思いを吐き出していた。この熱い上沼のコメントには世間からも多くの反響があった。松本さんの功績や立場を説明してこれだけのことが言える女性は少なく、上沼さんが言わなきゃと公共の放送で言うことで世の中や被害者への無礼を代弁して詫びたのだろう、プライドやキャラ的につぶやくしかできない本人や名誉毀損とかしか言えない吉本を叱りながら、自分の番組で発信した力の使い方が賢い、えみちゃんが言ったことがめっちゃ言い当ててると思う、
ダウンタウンの大ファンとして自分の事情を解明することより辛くてもお笑いに徹してほしい。売れてるから文春に足を引っ張られてるんやからうかうか乗らないでほしかった。この件の真偽がどうであれ、社会に出て笑いの仕事をしている以上、プロとしてちゃんと全うすることを優先してほしい。娘にもその背中を見せてあげてほしい。上沼さんがいてくれて本当によかった。これ以上明瞭な意見はないし、まっちゃんをしっかり叱れる唯一の人だと思う。本人にも届いてるはずだろうし、救われる思いもあるんじゃないかな。 X での発言は随分迷走していたし、まっちゃんの言葉で一度語ってほしいなと思う。その上でマジでテレビからいなくなるのはやめてほしい。上沼さん、それはあかんねや。この時代休業宣言しか無理なんや。まっちゃんの笑いは一段上からボケ役の芸人を笑い飛ばす芸風、浜ちゃんを筆頭にやんちゃな芸人たちを絶妙なセンスで小バカにして笑いを取ってきた。それが今の状況だと相手芸人たちより自分の方がバカにされる状況になってる。何を言っても視聴者にそう感じられてしまう。お前の方が悲惨やろと。僕はまっちゃんが好きだし、こういう人になりたいという憧れもあったから、今回の件でまっちゃんを攻撃する全てに敵意を抱いたりもしたけど、全く上沼さんの言う通りだと思いました。法的処置とか裁判とか騒ぐ前にまず謝って、誤解があればそれを解く努力をするべきなんですよね。確かに時代は変わったけど、やっぱり変わってほしくないもの、変わっちゃいけないものってあるよね。芸人として松本の才能や功績を認めつつも、今回の疑惑が本当だとすれば言語道断、認めて謝罪をするべきと断罪した上沼。そんな上沼の松本に対するメッセージは世間から称賛された。一方でこのような結果になったことを、同じ芸人として才能のある松本の休業を悔やむ思いもひしひしと伝わってきた。松本のテレビ復帰は絶望的とも見られているが、果たして本騒動今後どのような展開を見せていくのだろうか。